この先が回転神殿のようですね。あそこへ行って試練を受ければ一族の力ってやつがもらえるのよね。しっ、誰かおるようじゃぞ。ん、ひょっとして敵かしら。でもまだ私たちに気づいてないみたい。やっつけるなら今のうちよ。その必要はないわ。姫様、マーニャ、マーニャでしょ。アリーナ、あらクリフトまで。あんたたちどうしてここに。それはこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです。それが私もよくわかんないの。どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で、誰も来ないし帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を救っちゃうような勇者様が私を迎えに来てくれますようにね。嘘、もしかして勇者様。ごめんなさい、私お金持ちじゃないわ、うん、女の子にハンサムっていうのもね。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。けどこのままここで踊ってるのも退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。マーニャさんほどの魔法の使い手ならば必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね、勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われればおそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょう。ん、わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃ。ハハハハ。やっぱりこれって運命的なコネ、あ、じゃなくて出会いだと思うの。もちろん協力させてもらうわ。さ、行くわよ勇者様。とっとと試練を片付けて正解を作っちゃいましょう。ちょっと待って、
のカジノはあるのかしら。今のところ見たことないわ。ここにはないのかもね。頼んだわよ。やっぱりないか。がっかり。てか、雑魚が何匹来ようが同じだ。へえ、なかなかのハンサムね。でもまだちょっと子供かしら。なんだ、用もないのにジロジロ見るの。そのひねた物言いも可愛いわ。何をするつもりだ。妙なことを企んでるなら俺にも考えがあるぞ。どんなこと考えてるのか、お姉さん知りたいわ。教えて教えて。
全攻劣化剣はいないのかしら。また来てくれよな。数えきれんほどの宝があるの。ってことはご褒美もたくさん。頑張って。おお、この世界に住まうすべての民がわしのかけがえのない宝じゃ。何を乾かしない。
チナで倍にして。言ってないでガス。神が宝と知ったらひっくり返るでゲスね。
ありがとう。
よーし、いいわよ、本気で行くわよ。ご飯、よいかね。焦るでないぞ。頑張るとするかの。また。来るがよい。ようこそ。さあ、神に祈りよ。神のご加護があらんことを。